コンプニコンプニコンプニー、猫太陽ネロファミリーゼロ期生のチラダプニというわけで、おはようございます。チラと申します。例によって例のごとくね、ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。初めの10秒は忘れてください。先日ですね、いや売ってるもんだなーって、田舎の中古屋さんですか、定期的に行くんですけど、そこでね、モンバトのファイルがね、300円で売ってましたね。いやまあ多分使用済みなんだろうけどさ、逆にこういうのを売るやつがおんねんなっていうのちょっとね、気になるとこではあるね。プレミアでもないのに300円だからさ、売る必要性なくないって思っちゃったけどね。あ、ちなみにそれ袋の中にまだずっと入ったまんまです開ける必要もなくてさ。一風変わった武器登場、イカズチの杖悲しみを背負ったね、魔法使い武器イカズチの杖でいきたいと思います。本日魔法使いで参ります。電撃って、お供人面獣とヘルビーストなにと、もうなんか、恐ろしいところになって、てか、お前ちょっと待って、お前そっち変わんの？本日はね、かなり、なんか、悲惨なパーティーとなっておりますね。1の頃に実装された、1じゃねえわ、2か。2の初期に実装されたね、イカズチの杖。正直、使用頻度はさほどでもないと思います。はい。ベギラマが使える杖なんですけど、ベギラマ使える杖なんて他にどうでもなるんで、まあ、イカズチの杖というマイナーの武器がやってまいりました。行きましょう。灼熱の呪文、ベギラマ、行くぞー。はーい。99のご利用しがすぎる。そんな掲げて使うなよ。さあ、そしてお供はですね、ああ、もうダメだ。ヘルビストさよなら。いやーああ本日のパーティーは非常にマイナーなメンツが多く揃っております。いたおっと、来ましたね。え、炎の、燃えてしまいそうな炎の踊りちょっと待って、お前そっち変わんのね。で、ちょっと、なんで、え、不思議な踊りの方変わるんじゃないのかよ、お前。痛い。何炎の呪い、そっちに変わんの？ちょっと待って。ついていけない。そして、いきます。不気味な眼光。この目を見なさい。不気味な眼光。はい。うん、弱。なんか、弱い。どうしよう、弱い。弱い。人面獣もヘルビーストもね、めちゃくちゃ強いモンスターってわけじゃないですからね。ヘルビーストなんて2の後期に実装されたのに、このなんか悲しそうな捨てた。ああ、でも属性後期に対しては硬いんだけどね。うん。困ったもんですね、ちょっと。今度は？ああ、大丈夫だった。主人公には後期は行くんだけどな。さあ、もう一つの技を紹介します。賢さ22から行くぜ！ナリホーマー。はーい。パチーン！オッケー。深く眠らせたって言っても、まあ、多分起きると思うけどね。人面獣がいるんだよな。人面獣なんて1の初期に実装されたモンスターなんですけど、人面獣一番高い能力を答えられる人って稀だと思うんですよ。僕も正直ね、見るまで分かんなかったよ。いけ、電撃召喚、雷撃、ほら、うわなんださあ、人面獣、炎の踊り、行くぜはい、どうすりゃいいの俺は、こいつらをね。俺はこいつらをどうやって扱えばいいのか分かんなくなってきたんだけど人面獣の一番高いステータスはなんと素早さです。このなりで素早さが一番高いんですね、人面獣。あ、ちょっとシルバネリは頭抱えとったな。まだラリフォーマー残ってたのか。いやー、扱いづらいね。どちらも人面獣、ヘルビーストともども、ま、共通点としては魔法使いによって技が変わるってことですよね。で、ヘルビーストに至ってはですね、不気味な眼光に変わってくれるのはいいんですけど、自己フラッシュ、もともとのステータスがね、賢さ22しかないんですよ。はい。なんで魔法使いと組んでようやくなんか戦えるかなぐらいの。さあ、イカズチの杖使ったー！電撃！はい！雷属性の攻撃という点では評価してあげるんだけどさ、君を。さあ、変化した技で行きましょう。不気味な眼光。行くぜ！この目を見つめなさい。はい！ちなみに、不気味な眼光をこうやって擦ってますけど、何の技かっていうと光属性の攻撃なだけです。おーい
やっちゃったわ、お前。ほら、やった。ほら、やった。始まった。はい。いらねえ。いや、そうじゃなくってさ、炎の踊りって、そっち変わんのね。ほんとに。びっくりしたよ。あ、明治君の逆襲です。あ、いた！ちょっと、人面寺は全身弱点みたいなもんだからな。雪の見てなもんだからな。なんか炎系統も全部ダメだよね、君。お！そうか、魔法使い。まあ、一番優秀なら魔法使いと言っていいでしょう。まあ、大体主人公チームって、主人公が一番優秀なんですけど、それを差し引いたとしてもよ。よし、炎の踊り使うか。炎の踊りでいこう。うん。人面寺なんて和の初期から出てきたはええけど、お、素早いね、さすが。も、いけ。ちょっと、あの、炎の踊りのさ、モーションが不思議な踊りの完全コンパチなんやけど。もうちょっとなんかさ、アップになるとかしなかったの？ちょっと人面寺かわいそうになってきたんだけど。救うわ。この実況でね、ちょっと救います。人面寺なんてさ、もう実況で使った人見たことないよ、俺。ヘルミーストも相当だと思うけどね。うん、なんかよう避けられてるな。後ろによく下がられてるな。さあ、不思議な踊りを使ったんでね。行きましょう。ベギラマ。これで。さあ、どんなもんのリターンが取れるんだ？はい。全然。183か。うん、2発撃った方がいいと思うよ、ビギナマを。ビギナマ2発でいいと思うんだけど。あれ、ちょっと待って。なんか嫌な予感がしてきたな、俺。いや、まさか、そんな。ちょっと落ち着いてくださいよ。大丈夫ですよね。まさかと思うんですけど、削り負けだしないよね。え、そんな、あんなわけないじゃん。魔法使い早いしてか。魔法使い早い人面寺も素早さが一番高いんですよ、ステータス。うん。まあ、普通に行ったわ。普通に行くね、これ多分。行くぞ、イカズリの杖を使ったー、ベギラマ、ふぃー、あのね、リターンが噛み合ってない。あ、やばい。前回もなんかこのタイプ見たよ。これ初期確定になるよ。ダッハ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 。弾頭台に立たされたのは君か。ウルトラスライム登場。キングといえばウルトラスライムに押し潰されてしまいなさいと。なぜ私じゃなかったのと言いたいところですよね。結構シュールな攻撃やったね、今。まあそうだよ。怒りの魔人は怒りの魔人で、グレートロギー、グレートロギー来たのにさ、お前だけキングスライムなんだもんな。それはクイーンスライムのウルスラさんもお怒りですよ。クイーンスライムのウルスラさんって誰だ？ごちゃごちゃになってるよ、なんか。人面獣が確か初めに出た作品って、2だったはずなんですよね。はい。ウドラーたちと一緒に。まあ、マイナーモンスターの一角になってしまいましたが、こうして、モンバトでも、本家でも割とそうかな。というわけで、2出身の大魔王ということで、破壊神指導をお呼びしました。大丈夫かな？なんか、破壊の宴で燃えて飛んでいきそうな勢いがするんやけど。ヘルビーちゃんになんとかしてもらうか。はてさて。どうしたものでしょう？主人公の打点が取れなくなりました。指導賢さが高いんで、ベギラマと、少なくとも電撃通んないんですよ。じゃあ、ベギラマどうだって言ったらどうだろう？賢さ的に通んねえかな？ 200 ぐらい、もう250ぐらい出りゃいい方かなと思うんですけど、どうでしょうか？はい。やっぱそんなもんだよね。さあ、となると、打点を取れるのはまさかのこの2体。いけ！燃える踊り、炎の踊り、おぉ！ヨルジョン。あれ？意外と威力は高いのか？ね、意外とあったぞ、威力。炎の踊り。合計来たよ。あー、多い！やるやん。さあ、弱点取れますね、不気味で頑固。光属性の攻撃っていうのは弱いわけはないですからね。光属性が強いってのを見せてやる。素晴らしい。じゃあ、つばぜれ、ここですね。行きましょう。ここです。つばぜれ休んだらだ。まあ、ここのターンに破壊の宴とジゴスパークのタクあるんでね。止めないとダメなんで、ここはちょっとつばぜれで勝っておきましょう。よし、オッケー。あと、これで負けたらもう、知らん。ちょっと、これはね、あれだね。あれだ。よくわかった。シド、お前の、つばぜれが強すぎたんま。びっくり。ああ、それびっくりだわ。あれ普
通ならもうあそこまで行けば十分勝てるラインだと思うんですけど、まあびっくりですね。私もびっくりでございます。なんかいけるんじゃねえかこれ。あれなんかさ、いけそうじゃない？ここの凍てつく波動ってことは、あと2体でさ、動きはいいんですよ。動いて攻撃当たればいいんですよ。あれ？いけんじゃねえか？あれ？もう完全に負ける気でいたんだけど、これいけんじゃねえかな？ほう。あ、いけるんじゃねえかな？なんか、てか、うん、あ、いける、うん。あ、いけるじゃん。あれ？いけそうじゃん。あれなんか、あ、いけるかも。てか、なんでノーダメージなの？はて、一番熱い展開に持っていきましたね。まさか私はカットする気でいましたけど、まさか人面とヘルビーストをここまで繋いでくれるとは思いませんでした。じゃあ、行こうや。ね。これで勝ったら胸熱い赤虫城に挑めるってことだからね。行くよ。いける！よっしゃー！いったー！おー！つないだな。よくつないだね。なんで。まあ多分僕ダイジェストでお送りしてるとは思うんすけど、あそこからなんで勝ったの。SP があると違うんだよ。あの SP があるといけんだよ、2ターン目なら。うん。あの、いけないパターンは言っちゃうと、光玉がなかったパターンであって。言ったなぁ。言った気がしねえけど、俺。なんか、いけた気がしないんだけど、もはや。オッケー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 、繋いだね。てか、ノーダメージ撃破って、だいぶ点数高いな。指導の子、出れすぎたな。さあ、まさかまさか、突破してしまいました、白目指導。ちょっと、ここ、期待値、今ちょっと期待値高まってるよ。はたまた、つわものの余裕か。はたまた、絶望を与えるためなのか。まさか、来てしまうとは。俺正直普通に削り切られて負けると思ってたんだけどね。赤目に進出しました。人面獣とヘルビースト。もうこれはやばい。これはやばい。いけるか。いや、いけそうな気がする、でも。さて、とりあえず思いのほか、でも弱点が入れ替わっちゃうから、不気味な眼光のダメージがさっきより多分通り悪いんだよね。代わりに電撃？主人公の電撃がね、かなり通りが良くなるはずなんで、打点が入れ替わるっていう考えれば、まあ、そんなに変わんないじゃないかな。6900だけどね。はい！嘘！うわー、きついな、それ。はい！オッケー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 、意外と出てる。意外と人面獣が頑張っています。あ、え？え？お、いい、避けた避けた、主人公避けてる。人面獣頑張れ頑張れ！うおヘルビースト勝った。そう、ヘルビーストね、属性は高いでも。呪文が全部ダメ。あれ、デスゴーゴンと似てんのよ、お前の性質は。だから、デスゴーゴンでいいのよ。うわー、きついな、それはきついな。不気味な眼光の通りが一気に悪くなったな。光属性の攻撃は別に弱くないんだけどね。指導がもう、まあ、ずるいだけだわ。ちょっと電撃がちょっとあまりにも弱すぎるぞ。はい。260でしょ？炎の踊りの方が強いんだけど。いけ！今日お前主役だわ。いや、みんな輝く場所があるわ、今回。叫びから入るってことか。なるほどね。お、えぇ、二体とも避けたんだけど、一体どないなってんの？ちょっと今回。これ今回あるな。いけ！不気味な眼光。はい！ここさ、ちょっと攻めに行かない？このままじゃね、とどめボーダー足りないから、ちょっと攻めに転じよう。で、4ターン目つばぜりゃするから。オッケー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 。打点をちょっと稼がないとダメだわ。いけいけいけ、待てよ。打点稼ぐって今さ、待てよ。コロニタイってさ、ヘルビーストとさ、人面獣ってさ、ブレるんじゃねえか。今更ながら。おー、よかったよかった。時間かかる時間かかる時間かかる。よかった。よし、いけ！いけ、人面獣！ヘルビースト！あ、やべ！あ、やばいぞ、これ。そう、これね、誰？え、人面獣ボスか。あ、で、おお、えぇ、ー、えぇ、ー、
何ポーやっけ忘れた。何ポーだっけ。やばいよ。あ、第2波頑張れ713か。よく一発避けた。ちょっと待って。あはやったやったやった。こいつやったわ。いざなう。ああ。ああ。つばぜり合いするか。とりあえず。とりあえずつばぜり合いして、勝たないとね。ここ勝とうか。とさっきは黄色で負けちゃったからな。赤で。行くしかねえな。これは。でもチャンス作ったよ。はい、うえぇーやっといこんもんね。ご利用せでんなね、ご利用すんな。人面獣のために、俺は人面獣のために戦うんだ。よっしゃ、人面獣のために戦う。俺は人面獣のために戦う。ただ問題はとどめボーダーが足りないかも。足りる？あ、いいいいいい、よくいったよくいったよくいった。ギリギリいけるか。ギリギリいけるかもしんない。で、懸念点を一つ言うんだったら、5ターン目出す。5ターン目出すって言っちゃった。このターン、指導の高校凍てつく波動が来たら、終わりますね。確かに。それだけは勘弁だぜ。頑張れ。あー、大丈夫か？ねえ、これ高校凍てつく波動で負けだよ。やだよ。そんな負け方やだ。頑張れ。え、ううー、高校凍てつく波動で負け。あれ、待って、これさ、あれボーダー足りる？ん、3、3、4人足りる足りる足りる。あ、え、高校凍てつく波動が来たら終わりますね。高校凍てつく波動が来たら終わりますね。高校凍てつく波動が来たら終わりますね。わあ！あんまりだ。あんまりだ。なんてやつだ。これとさ、なかったら勝ってたって。おい、お前、ここ、最後の最後で。ひどいぞ、お前、最後の最後で。ちょっと、最後の最後で、お前、それはダメだ。ひどいなぁ。最後の最後にお前やりやがったわ。指導やったわ。高校凍てつく波動とかいう、めっちゃくだらんことしやがった。ひどい。ひどすぎる。あんまりだ。俺は何も悪くない。おぉ、いらねぇ。もう今負けなんだよな。こればっかりは。ひどい。そんなことすんなよ。勝てたじゃん。俺は5割の負け筋を引いた。お前たちは頑張った。想像外に頑張ったね。うん、想像外に頑張った。あのね、大丈夫、これはね、デンタリッチでも負けてたから、そのパターンなら諦めろ。